エイドアルト・ヘリーは、オーストリアの数学者。ヘリーの定理、ヘリー属、ヘリーの選択定理、ヘリー距離、ヘリーブレイの定理等に名を残している。1912年には、ハーン・バナッハの定理の証明を発表しており、これは、ハーンとバナッハが定理をそれぞれ独立に発見する15年も前のことだが、ヘリーが示したのは、ハーン・バナッハの定理のうち、区間 A、 B 上の連続関数に対する特別の場合のみである。連続関数の空間 C、A、B は無限次元であり、無限次元の場合のハーン・バナッハの定理を一般に証明するには選択栗あるいはそれと同等の過程を必要とするが、1912年の時点では栗の存在はまだ認識されていないので、ヘリーがどのように証明を行い、 それは本当に正しい証明なのかという疑念が持たれるところであるが、実はヘリーは C、A、B という特定の具体例にあって、選択氷抜きで特別の拡張を構成しているのである。ただ、ハーンバナフ派の定理の進化はその一般性にこそあるのであって、そのために選択氷が必要とされるのである。シベリアのウスリースクにある捕虜収容所でヘリーは、 関数解析における重要な原稿を書いた。ありがとうございます。